皆さんこんばんは、新人限定バンドです、はい、マカロニライブレポです。レッキの浅いメンバーが寝る間も惜しんで練習しました。昨日 VK、 あ、そうか、よし、マカロニに関してはもう2つ確定してます。演奏ポイントが満点の10、まあ今回一番うまかったからね。動員がね、ポイントは1です。ゼロではないんだ、動員数ゼロではないんだけど、動員があったバンドの中では一番少なかった。他の3バンドが超多かったからね、うん。あ、そうか、10ポイントマストシステムだから、ごめんなさい、パフォーマンスもここ10ですね。まあ結果的に多分10にはなるんだけど、はい。というわけでごめんなさい、先に発表します。マカロニが合計21点、今回の MVB は別の動画でいいよ、ごめん今言ったらあかん。よし、採点終わり。さあさあ、ドラム大輝くん、ギターまゆみん、ベース三宅くん、ギターショートくん、ボーカルヒロさんです。いや、みんなうまかったな。こういうとこね、細かくお客さんの視点をどちらに向けるか、うん、演奏はもうダントツだね今回ね。個別のパートで見てもあのギターの福井くんだけちょっと省くけどあれは誰も勝てない、うん、全パート今一番上手いメンバーがたまたま集まって、なんかヒロさんボーカルやるときに上手いメンバー集めてませんか疑惑はあるんだけど、まぐれまぐれ本当に。で、僕は後から誘われたしな、うん、ギターうまっ。翔人くんはちなみにね、ちゃんとギターやっていけばね、あのプロというレベルに達する素質を持ってます。やっぱね、ギター長くやってればその分みんな上手くなるんだけど、やっぱね、努力はまあ最低限みんな最低限とか最大限するのが最低限じゃないですか、うん、やっぱ才能の部分っていうのは音楽の世界は結構重要で、音感とかリズム感とかが、うん、持って生まれなかった人は残念ながらね、そのプロレベルには達しない。翔人くんのそのギターの表現力とかの感覚相当高くて、うん、プロというレベルに達するポテンシャルがあります、はい、うん、なんかもうものによってはそのフレーズによっては、あ、もうこれプロレベルに達してるなと思うものもあるし、めちゃくちゃうまいと思う本当に。表現力とても高い。チョーキング1個取ってもこの速度で上げるんだ、このタイミングで止まるんだっていうの全部狙えてる感じがして、めちゃくちゃうまいです。こことかもあの皆さん参考にしてください。今終わった瞬間にセンキューありがとうって言ってすぐにドラムが入る、でこの隙に僕は水飲んでるみたいな、もう1秒ごとに全部決まりがあるんですよ。
まあボーカル陣に言いたいのがその歌詞を覚えて歌う以外のことをどんだけできるかっていうのを僕は大事にしてます。マカロニの曲今回ね5曲中4曲がね最後スパッと終わる曲だったのよ。なのであの終わった瞬間にすぐありがとうございますって言って終わりを提示してる、これも結構大事で、あのさっきの VK オーニバスの最後の曲終わった時にボーカルが何も言わんかったから終わったかどうかわからんかって拍手が来るのが遅れたでしょ。で誰かがありがとうございますって言ってやっと終わりがわかるみたいな、そのお客さん全員がその曲を知ってる前提で考えちゃってるみんなね、知らないからその曲を好きなのは自分らだけなんよと思った方がいい、自分らはその曲好きでやってるから当然知ってるだろうけど、みんなが知ってると思うのは勘違いで、誰も知らないと思ってやった方がいいです。マカロエンさんの中では一二を争う有名曲だそうです。お客さんもね別に拍手してあげたいのよ、気まずい空気が流れるの嫌だし、みんなでわーってやりたいんだけど分かんないの、終わったかどうかが、今拍手していいかどうかが分かんない、だから僕のいつも曲終わりに言うありがとうございますには、終わったよ拍手していいよっていう意思表示も込めてある、そしたら曲がバババババありがとうございます、すぐ拍手がパーンって返ってくる、お客さんの拍手のタイミングもコントロールできるのがボーカルの役割なんですよね。お客さんが拍手をしてくれた、してくれるじゃなくてこっちがさせるんですよ。こことかもねリズムがフリーになるんだけど、僕の息で、僕の息をカウントにして入る、これ何秒何十秒何分間を空けても変わらずここで入れるように練習したんですよリハの時なんか本当になんか一回僕椅子に座ったりとかスマホ見たりとかでも僕がやると必ず次の演奏が入るようになってます。視覚的な情報といいますか、音をなしにしても、あ今こんな感じなんだとかね、今盛り上がってんだとか、今静かなとこ歌ってんだとか、っていうのが伝わるような視覚的パフォーマンスっていうのをいっぱい散りばめるんですよ全体に。
今ちゃんとメリハリも必要だから、全部が全部同じトーンじゃやっぱ飽きちゃうから、今回は曲順最初2曲がぶち盛り上がり系で、次の2曲はバラードというか、あの歌って聴かせる系、もうお客さん何もしてくれなくていいです、座って聴いてくださいみたいな、なんかメリハリをつけてます。皆さんもいろんな別れが今まであったかと思います。恋人だけじゃなくて友達だとかね、いろんな関係性の人と別れがあったかと思うんですが、ここでロング MC、僕も結構、まあ、もちろんいろんな別れを経験してきましたが、なんか比較的僕はそのいい思い出にできる方で、まあ相手は分かんないよ、恨んでるかもしれないけど、僕はなんかみんなのことが好きなままで追われてるというか、ね、なんか傷つけてしまったこともあるだろうし、このバンドはちなみに個々の演奏面には特に触れません、全員十分うまいです。なんでその自分の中でいい思い出にしようとしてるか、翔斗くんは次がキングヌー、まゆみんはなんだっけ、さっき見たな、知ってございます、80年としたらなんだっけ、30万秒もう早く死ぬでしょ。まあその1分が60秒が60分で1時間、まゆみはクイーンね、そうそうそう、三宅くんが365で、前回の爆弾チームと一緒にバウンディー、だいたい25億秒なんです、どんどんね次が決まってます、ぜひ皆さん家で計算してみてください、約25億秒です。ってことは僕ら生まれた瞬間この頭の上にカウンターがあって、その25億からカウントダウンしていくような感じなわけですけど、まあ、80年生きたらですけどね。でちなみに世界の総人口は皆さんご存知でしたか？ん？ 70億、素晴らしい、そうですね、今70億人ぐらいと言われてます。ってことはですよ、うん、僕たちが生まれてから死ぬ瞬間まで1秒ごとに一人一人に、はじめましてこんにちは、はじめましてとか、1秒ずつ一人ずつに挨拶していっても全然半分にも会えないって計算になりますね。70億人だから約3倍ぐらいいるから、3分の1にも会えないか、いいね、みんなちゃんと僕の MC 中静かに、演奏陣がちゃんと音を止めて静かに待ってるんでね。人生で出会う人口って、昔僕がなんかもっとシリアスな MC をしてるときに、ベースのやつが自分が飲んだペットボトルを床にボーン投げてガタガタ音がしたんですよ。その時は何も言わんかったけど、終わった後ボコボコにしました。ふざけんなよ。それこそお付き合いしたりっていうのはもう、この場面場面のね、誰を今前に出すべきなのか、30分間だけ一緒にいる皆さんだって程度がないとね、3600秒、あ、そう、これ間違い、1800秒です、すいません、30分は1800秒ね。マサキングっていうプロベーシストが見に来てくれてて、終わった後に僕のとこに感想を言いに来てくれて、ヒロさん、完璧だったんですけど、一個だけ完璧じゃないのは、30分は1800秒です。あ、そうか、ほんまや、ごめん。自分っていう人生のストーリー自体が証拠なんだろう。確かにな。なんであれ間違えたよな。まあその僕としては気をつけてしまったこともあるんだろうけど、やっぱ自分の中ではいい思い出にしておきたいなと思っております。なので何年も。でもこれ本当そうよ。僕結構これ前から思ってることで、25億秒ですよ人生はね。多分何億秒も一緒に過ごしてるんで、大事にしていけたらなと思っております。だから次の曲がラブという、たまにいるでしょ、そのツイッターとかで人の愚痴を書いたりとか、たまにあるよ、音家族でも LINE とかでえらい長文で文句言ってくるやつとかいるけど、ご臨終ですみたいな時に、人が亡くなった時に、ごめんなさい、僕それ全く読んでもないし気にしてもないです。そのしょうもねえと思って、そんな臨終ラブという曲を聴いてください。25億秒の人生のね、数十秒をね、そんなことに僕は使わない、もったいないからね。だからもう全くごめん、ライブ関係ないけど、僕に長文で何か文句とか意見とか送ってきても読んでもないです、はい、もう LINE の投稿が長い時点で僕読まないです。頭悪いなこの人と思っちゃう。長い文章送ってくる時点で頭が悪い、うん、これを読んでもらえると思ってる発想が僕には分からないので、僕はそこに1秒も使わないです。どっちが正しいという気はなくて、相手に知ってないので、僕は僕と意見が違う人はどうぞよそでやってくださいっていうだけです。
奏面とパフォーマンスはもう完璧に近いな。あー、次回からもしかしたらね、この採点システムのね、項目増やすかも。お客さんのやっぱアンケートも欲しいな。どこが一番良かったかみたいな。僕の主観じゃなくて。ごめん、僕が今一瞬音を外しました。半音上がるのも忘れてた。1曲目、2曲目は結構激しく動いたりいろいろ煽りを入れたのに対して、3曲目、4曲目は僕は何もせずマイクスタンドになってます。1、2曲目はハンドマイクだったんだけど、3、4はマイクスタンドっていうちょっと変化も入れてます。普通に見てても気づかないんだろうけど、よく見るとやっぱ若干その無意識レベルで変化がねあるという感じで、ここで一瞬1秒2秒間を空けた後にすぐドラム待機君メンバー紹介しながら曲に入ってもらい、その間に僕は水を飲んでます。で最後の曲もうライブのオーラスなんで、ここはもうあの盛り上げるとか聞かせるとか感動させるとかでもなく、そのもうしっちゃかめっちゃかみんなで大暴れみたいな、大騒ぎみたいな。そこでまあいじってみたりとか、このやり方はねちょっと解説しながらいくけど、ここからは無茶振りゾーンなんですよ。天才ベーシスト超絶スラッパー、どうでしょうか、ベンタトニック、これあの今考えてアドリブで言ってる風ですが、一字一句僕の中で決まってます。リハでもこのように言ってますからね。はい、このやり方一応メンバーには解説したんですけど、このやり方ね負けがないんですよ。今僕がいろんな無茶ぶりをいろんなね早引きタッピングとか言って、翔斗くんがそれを完璧にできた場合は、わ翔斗くんすごいだし、翔斗くんができなくてもそれヒロさん無茶ぶりやんけっていう笑いになる。どっちに転んでも勝ちしかないっていうパターンを全部作っていってるつもりなんですね。この MC 受けるかな受けないかなじゃなくて、どっちに転んでも受けるような、うん、 A か B どっちが正解かな 50% にかけるんじゃなくて、 A、B 両方とも正解にするんですよ。例えば A の場合だと盛り上がる、 B の場合だと笑いが起こるとか、うん、っていうね、どっちでもいいよっていう、どっちにしても俺の勝ちだからっていう状態に持っていく、ここまで考え尽くす、うん、
で、ちなみに最初このバンドの冒頭の MC で僕はもともとね、最初は本気出していいっすかっていう気だった、ぶち上げる気で。でもね、それまで の直前の VK とかそれまでのバンドの流れを見てて、これガーッと盛り上がる感じの空気に見えなかったから、ちょっと探ってみたくて、なのでギャグで新人限定バンドですみたいな、演奏で行かないんですけどって、ちょっとふわっとした感じでちょっとジャブを打ってみたというか、これでまあ反応を見て、ここでなんかあったかい感じならぶち上げずにちょっと緩めでいこうと思って、ここで盛り上がりそうだと感じたら本気出していいですかバージョンにしようと思って、一発ジャブを入れてみました。で、あ、これいけそうだなと思ったから本気出していいですかバージョンにした。もしあそこで新人限定バンドですみたいなとこで別の反応だったら、僕はもう何パターンか考えてあったので、そのパターンに変えてるんですよ。ちなみにリハは2回だし本番は1回だけど、僕の頭の中では今回のこのライブを100回以上繰り返してます。最初から最後まで流れを、そのいろんなパターンを考えて、 MC もいろんなパターン考えたし、そのイメージの中でどれが一番いいのか、っていうのを考えてます、はい、この瞬間イエイって叫ぼうとか、この瞬間は何もせんとこうとか、ここはギター前に紹介してあげようとか、まあ、もちろん経験が長くて多いので、その正解を選び取るのは多少早いかもしれないけど、やっぱり何回も何回も繰り返す頭の中でシミュレーションというか、あ、これダメだなとか、もちろんそんなのは歌詞を覚えたりとか歌が歌えるようになってからの話だから、だから本番までに歌詞を覚えようっていう思考の人だったら、その僕が100やった、今回のためにやった努力の中のまだ1とかのところで本番迎えちゃってるんですよ。だから歌詞を覚えてないなんて人はもう本当何もしなかったのかなとしか僕には思えない。別にいいよ、音家族ではそれでいいんだけど、他にもね、今解説しきれなかった部分いっぱいあるんで、ご自分でも見つけてみてください。これこういうことやってんだなとか、本当1秒の空白部分もないぐらい考えてます。全部に意図があります。はい、よし、じゃあ次は MVB 発表です。